はい、ご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は山本周五郎作「川底の奇跡」ですこの作品「川底の奇跡は」は1939年少年少女短歌「新春増刊号」に掲載されました掲載当時のペンネームは「河野新臓というものでしたそれでは 本文をどうぞ山本周五郎作「川底の奇跡第一章」「怪しい依頼」ノックの音がしたお入り千田法律調査所の所長千田定三は所長室の大きなテーブルに向かって悠々とペンを動かしていた入ってきたのは 若い調査係の柳井三平である「先生東洋商事会社から頼まれていた調査が出来上がりました」「ご苦労そこへ置いといてくれたまえ」「定蔵は乳穴目をちらと上げていった」しかし三平は調査書類を手にしたままで「先生この書類は我が国にとって随分危険な書類だと思いますが」 先生はどうお考えでしょうかこれは東洋商事が投資をするために国内の重工業会社の資産内容を調べてほしいという依頼で出来上がったものですがもしこれが他国の軍事探偵の手にでも渡った場合には重大な結果になると思いますがまあいいよそこへ置きたまえ嫌です三平は断固と叫んだ僕は 日本人として先生のお考えを確かめないうちはお渡しいたしません。千田泥蔵はペンボをいたそして下からじっと若い三平の目を見つめていたがやがて静かに椅子から立ち上がった「柳井君君はわしが満州事変に出征したことを知っているかねわしは重傷を負って退役はしたが。 陸軍中尉だわしの体に流れているのは日本人の血だそれでもなお君はわしの考えを聞きたいと思うのかねはいすみませんでした三平はスナボに手にした調査書を差し出した「時説が仔説ですあまり危険な書類だと思ったものですからいやそこに気がついたのは結構だよ」 こういう調査にはそのくらいの注意が働かなくてはいけない。だがわしを疑うのはひどいぞ。カバにも多少は脳みそがあるからな。そう言って定蔵は大声で笑った。三平は赤くなって頭をかきながら出て行った。カバというのは社員たちがつけた定蔵のあだ名である。体が太っていて歩きぶりと来たら、 ったくみいいにのっそり感としている一歩一歩広ぶように歩くのであるもう五十に近い方角氏で満州事変の時には将尉として出征し定家遁の決死白出す機体を指揮して素晴らしい手柄を立てたが両足に重傷を負ってついに退役になった勇士であるさてこの 調査書を届けるか。時計をちらと見合って定蔵はそうつぶやきながら片手で卓上電話を取り上げていった出かけるから車を呼んでくれ第2章恐るべき罠東洋商事会社は京橋の築地橋にあるところが定蔵は自動車に乗ると「警視庁へ」と命じた。 東洋商事から依頼された我が国の重工業会社の内容調査というのは調べた上で一番内容の良い会社へ資本を投ずるためという理由であったが万一にもそれが外国人の密偵の手にでも渡れば三平の言う通り重大な重報材料にされてしまう。ことに東洋商事はヨーロッパの某国関係の 資本の入っている会社なので万全の注意をする必要があったそれゆえ帝三は警視庁にいる親友の朝香外事課長に相談しようと思ったのだ麹町永田町の事務所を出た自動車はとっぷり暮れた町を日比谷へ出た警視庁へ行くにはそこから堀沿いに左へ曲がらなければならぬところが 車はそのまままっっすぐに走ってく。おい道が違いやせんか君」。テ蔵が注意した時「黙れ!」と叫んでいきなり鼻先へピストルが突きつけられたそうして今まで運転手一人だと思っていたのに助手席から別の男がぬっと半身を起こしてきたはっと身を引くいと間も,もなく「驚いたかね カバ先生。会館は似たりと笑って。お気の毒だが、警視庁へ行くわけにはいかんぜ。親分はその書類を待ちかねていらっしゃるんだ。明日の朝の船でアメリカへご出発だからな。まあ、おとなしく築地へ来てもらうよ。君が、日本人でなくて幸せだったね。と、テイゾは不敵に怒鳴った。それがどうしたいや、 君がもし日本人ならわしは生かしてはおくまいということさをカバ先生は微笑しながら君が日本人であってこんな売国奴のようなことをしたのならそのピストルの弾が3発この体へ打ち込まれぬうちにわしは君を絞め殺してやるそうでなくってまあお互いに幸せさそのセリフをもう30分たってから聞きてや お望みなら申し上げるよ。帝三は平然と腕を組んだ平然としてはいるが帝三の敗北は明らかだ警視庁へ行く一歩手前でまんまと敵の罠に落ちたのである彼らは自動車の運転手にまで化けて帝三を狙っていたのだ車は宵闇の町を走って築地がしへ出ると 東洋商事の灰色の建物の前に止まった怪しい男はピストルを突きつけたまま低造を促して建物の中へ入り地下室へと降りていったそこには四五人の外国人が集って何やら白い色の泥をこねているところだったが入ってきた二人を見ると急いで走り寄ってきた「いやあ うまく獲物を抑えたなジョニー例の調査書は大丈夫だろうなこの通りです案の定警視庁へ密航しようとするところでしたよさあカバ先生親分様にご挨拶をしたらどうだジョニーと呼ばれた男は調査書を狩猟と見える男の手に渡しながらあざけるように低造の肩をたたいた狩猟は 受け取っった書類を手早くめくめてみて、み結構結構よく調べてある」とうなついて「ではカバ先生の足をちょっと冷やしてあげるがよい早くしろ」と命じた第3章哀れ川底へ4名の怪しい男たちは左右から堤造を押さえて 今までこねていた箱の中の白い泥のようなものの中へ靴のまま踏み込ませた。それは粘土みたいなもので踏み込むとすねの半分まで入った。奇妙なおもてなしだね、諸君。テイは静かに言った。これじゃあせっかくの靴が台無しになるよ。台無しになるのは靴だけじゃねえ。ジョニーが言った。 命も一緒だぜ、先生。これは特殊のセメントなんだ。二十分もあれば、お前さんの足を食い込んで、石のように固まってしまう。そこで隅田川へどんぶりこさ。これが重しになって先生は川底へ直立不動だ。肉が腐って骨になっても、川底で直立不動なんだ。清らかな王女だぜ。え 帝像の目がキラリと光った。「ああ恐るべき殺人手段箱には電気でも通っているらしくセメントはみるみるうちに固まってゆくなんとか逃れる方法はないのかイスミス悪巻の教師に倒れなければならないのか」「ン田さんお気の毒ですな」。と見える外国人ががしながら言った しかしあなたを生かしておくわけにはいかんのでねああ諦めてください天国へ行けるようにお祈りはたくさんしてあげますからあんたはせっかちと見えるなと帝三が静かに言った何ですかなんと言ったのですかお祈りの約束などはもっと勝負がはっきり決まってからにすべきでしょう。 案外わしの方があんたのためにして差し上げることになるかもしれんて <laughs> 日本人負け惜しみが強いですな君たちは随分楽天家だね <laughs> 何事ぞこの危機に際してカバ先生平然と笑っているのだセメントは固まった四人は 造の頭から麻袋をすっぽりと被せ力を合わせて担ぎ上げたすまで使ったセメントは全く石のように硬く足を食いしめている彼らはそのまま建物を出ると貸しに繋いであったボートへ乗り込み隅田川の中流へと担ぎ出していった「いよいよ最後の土壇場だ救いの手は来ないのか」有し。 千田貞蔵を助ける者はいないのか万事急す流れの中ほどへ来ると共に四人は貞蔵を担ぎ上げて足の方から静かに水の中へ下ろしやがてズブリと押し沈めた実感近い重石いをつけたまま貞蔵の体は川底深く沈んでいた。 それから40分の後、東洋商事を根城にして密偵を働いていたヘンリー・ボイスは一味のものを集めて事務室の中をすっかり取り片付け今まさに立ち退こうとしていた彼らは明朝の船でアメリカへ脱出する手はずができていたのだところが支度を終えていざ出かけようとした刹那 突如として建物の前後から武装の警官の一体が踏み込んできた。は手が回った、と総立ちになったがすでに遅い。手に手に拳銃をぎした警官隊はぐるっと一味を包囲してびくとも動かなかった。しかも最も驚くべきことは両手を上げた一味の面前へのそりのそりと千田邸蔵が 立ち現れたことである千田泰造がほんの今しがた特殊セメントの重石をつけ隅田川の川底へ沈めたはずのカバ先生が「こんなことがあり得ようか」「奇跡だ幽霊だ」「一味の者は色を失って叫んだ」と千田泰造はにっこり笑って言った。 驚いたようだね、諸君。四十分前に、そこへ沈めたカバ先生が、この通りまたお目にかかったんだから、奇跡と思うのも無理はないさ。あのセメントが溶けたとでも考えるか。なあ、なあ、あれは素晴らしい発明だ。全く石のように固まっているよ。おそらく今でも、あの形のままそこに沈んでいるだろう。 わしの両足を食いしめたままね。な、何両足を貴様の両足をさあよう、おっしゃる通り。テイは自分の両足のズボンをまくり上げて。わしは満州事変で両足を失ったのさ。つまり、両方とも義足なんじゃよ。ほっ。この通り。片方は、桃の付け根から。 こっちは膝の三寸下からね。セメントで固められた義足を外して浮き上がり警視庁へ電話をかけその間に予備の義足を取り寄せて参上したという次第さあぜんたる一味の前でカバシはさも愉快そうに笑いながら言った「ヘンリー君まあ諦めるんだね天国へ行くお祈りは やはりわしの方でしてあげることになったよ <laughs>。<laughs> 山本周五郎作「川底の奇跡」「全文」「読み切り」「書出、少年少女」「短歌」1939年「新春」「増刊号」 より「朗読2021年11月7日」。